高根フラワーチャンネル始まるよ。はい、今日は私本来のフラワーデザイナーとしての仕事の投稿でございますので、お花が全然興味のない方はごめんなさい。ここにつけておりますコサージュですね。私がねコサージュを作るきっかけになりました。これカーネーションですね。こんな風になって、このコサージュをつけて作品展の会場で、まあ、もう少しいいお洋服を着てたんですけれども、これをつけてたらもう会う方がそのコサージュ素敵ですねって褒められるものですから、そうかなと思って、カーネーションをね、100均の、カーネーションをこうバラバラにしてね、チュールを間にね、少しこういう風にチュールを間にね入れただけなんですよね。まあそれがね、それがデザインなのかもしれないので、今日はまあ、お花フラワーアレンジメントをいろいろ、まあ、国外からいらした先生のセミナーを受けたりしていろいろお勉強いたしましたが、フランスとドイツ のハーフのギー・マルタンっていう先生、まあ、業界でね知ってる人はもう知らない人がいないというぐらい有名な方なんですけれども、ギー・マルタンという男性の方なんですが、その方がアトリエに残ってる材料でね、ちょこちょこっと作るんだよというようなセミナーがございまして、そのまあヘッドレスにもなったりコサージュにもなったりとする、もうとっても本当に、まあ、私も当時セミナーを受けた時金額も本当にお高かったと覚えております。まあ、それもね、何も人に伝えず死んでしまうのもあれですので、70代のフラワーデザイナーですので、まあ、残したいと思いまして、まあ、ダイソーとかそういうところで買えない材料もございますが、まあ、そこの辺は皆さんが工夫されて完成で全く同じものを作る必要はないので、ぜひ私のコサージュの作り方を見て参考にしていただけたらと思って今日は投稿いたします。ちょっと長い動画になっておりますし、あんまり編集してもわからないのでそのまま流しております。どうか最後まで見てくださいね。それでは行ってみよう。Thank you.
入ってくる感じだから、お尻後ろに引いて背骨丸めて背中のストレッチ、はい、よくできました。Thank you.
かがでしたか？段ボールで作るコサージュね、思いつきませんね。さすがギーマルタンでございます。ただね、やはり自分のフィルターを通して自分の感性を味付けできるのがデザインの面白さですね。いろんなものをくっつけて、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。段ボールなんかと、それから残り布ですね、残り布とか適当なビジューをくっつければすごくオリジナルで世界に一つしかないコサージュができますから、創作時間も楽しいですし、お金もそんなにかからないですからね。ぜひチャレンジしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はどうでしたか？ちょっとでもよかったらグッドボタンをいただけると70代のフラワーデザイナーとっても嬉しいです。そしてできればチャンネル登録もよろしくお願いいたします。4000名目指して頑張っておりますが、なかなかチャンネル登録増えなくってへこんでいる時もあるんですよ。どうかよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。最後までご視聴ありがとうございます。さようなら。